エントラップメントは1999年のアメリカ映画。2000年問題を背景にした美術泥棒と保険会社調査員の駆け引きを描くサスペンスアクション映画。ショーン・コネリー扮する美術専門の泥棒とその泥棒を罠にかけようと懐に入り込もうとする保険会社調査員役のキャサリン・ゼタ・ジョーンズ。一見ミスマッチなキャラクターが織りなすストーリーテリングが魅力の一つ。 公開が1999年であったこともあり、2000年問題による機械の誤作動騒動を作品のクライマックスに盛り込むなどの演出も見所である。ニューヨークで発生したレンブラントの名画盗難事件はその保険会社に莫大な損害をもたらした。様々な状況証拠から美術専門泥棒としてその名を欲しいままにしていた。 マックの仕業であったことを突き止めると、損害の補填のため、マックを穴にかけるよう格策を始める。そのような経緯で派遣された、保険会社調査員のジンは、ニューヨーク、ロンドン、クアラルンプールなどで、パートナーとしての信頼を得、最終的に80億ドルとも言われる、とある銀行預金に目をつける。ありがとうございます。